好きが見つかる OTB。 具志堅さん、具志堅さん、おはようございます。はい、おはようございます。あの突然なんですけど、うん、はい、今日は具志堅さん、はい、こんぐらいのサイズになっていただこうと思います。うん、これちょっちゅねチェア、うん、あ、今すごいいいですよ。今すごいいいですか。ちょっちゅねサイズになっていただこうと思います。じゃあ、はい、いいですね。いいですか。はい、これは100分の1ぐらい。100分の1、具志堅さんの100分の1ぐらい。はい、はい、じゃあそのぐらいちっちゃくなってもらいたいと思います。はいはい、行きましょう。じゃあ、いいんだ、こんな素直に受け入れてもらえるとは思わなかったんですけど、はい、今日ここはどこですか。まず今日はね、あの今から案内、すごいいい建物だけど、はい、はい、今から案内するんですけど、はい、あのなんか最新の AR 技術で、うん、あのアバターが作れるみたいで、うん、ああアバターね、はいはい、それであの、うん、ミニチュア具志堅さんを作っちゃおうかななんて思ってます。うんうん、あ、面白いな。はい、なんで今回はですね、ミニチュア版具志堅さんをお届けしようかなと思います。うんうんうん、はい、いいっすか。見たいですね。見たい、はい、見たい、はい、じゃあ早速行きますか。ここでできるのね。はい、できます、できます。はい、行きましょう。あ、もうほら、これ修理場ももうあれでね。具志堅さん、今回はイーアス沖縄豊崎内にあるリトルユニバース沖縄へ。世界最先端の AR 技術で小さくなって遊べる複合型ミニチュアテーマパーク。具志堅さんが小さくなって首里城に行ったり、東京の街を歩いたり。おお、具志堅さんスケボー上手ですね。具志堅さん、今回はイーアス沖縄豊崎内にあるリトルユニバース沖縄。小さくなって遊べるらしいけど、どうやって遊ぶの？さあ、今回案内していただく玉城さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらではミニチュアで遊べるということなんですけど、はい、どういうふうに遊んだらいいんですか？こちらの 3D スキャナーを使って全身を撮影して自身のアバターを作って遊んでいただきます。お、あの機械で作れるんですね。はい、じゃあ、あそこに行けば具志堅さんはこれぐらいになるということですか？はい、これぐらいになります。これぐらいになるという、はい、みたいですよ、具志堅さん、今日すごいちっちゃくなるね。わかる？わからないけど、これぐらいになるんじゃない？遊べるってのは面白いな。でも早くもう早速具志堅さんこのぐらいになってもらいたいんですけど、もうすぐあちらでできるんですか？はい、こちらの方からご案内します。もうじゃあ行っちゃいましょう。どこ？行っちゃいましょう。もう近く出しちゃってくださいよ。あ、おお、これもしかしたら全身じゃない？全身撮影になります。360度ぐらい。はい、あ、もう前も後ろも全部撮られちゃってるよ。本当に後ろも全部だ。まずは具志堅さんの全身を 3D スキャン。リトルユニバース専用のアプリをスマホでダウンロードして QR コードをかざすと撮影開始。足元を合わせていただきまして、はい、手はグでお願いいたします。グで開いてもらって、はい、そのまま目線の高さでミラーを見てもらって3秒で撮影開始します。いきます。ワン、ツー、スリー、いってらっしゃい。1、ありがとうございます。あ、もう終わり？はい、え、この一瞬シャッター切る音をした。うん、で、あとは前の方に自身が映りますので撮影完了。はい、こんなにすぐちっちゃくなれんの？あっという間に具志堅さんのアバターが完成。え、動いてる。こちら360度回転することができます。あ、すごい。アバターとはデジタル空間でユーザーの代わりとなるキャラクターのこと。最新の 3D スキャンなので具志堅さんそのもの。しかも自在に動かせるので具志堅さんもびっくり。こちらで大丈夫ですか？はい、はい、撮り直しもできますよ。本人だよね、これ。こちらで
大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ私ですね、登録いたします。登録するでしょ、はい、はい。そうするとスマートフォンに映し出すことができます。これに、はい、これを登録するとスマホでも見ることができるんです。こちらで具志堅さんが映っております。あら、これで動きも見られるんですね、本当に。うん、すっごいな、これ。どうですか、アバターの自分は。アバターの自分はどうですか。ちょっと照れちゃうで。照れちゃう、うん、ちょっと可愛い、照れちゃう。しかもこのデータからマイスタンプも作れるんですよ。これを押すと、うん、具志堅さんが目覚めます。目覚めます。体操の選手みたいだよ。体操の選手みたいで、なんかひっくり返ってるよ、いろいろと。面白いな。他のを押すと。こういった LINE とかでも送れるスタンプが作ることができます。あ、そうなんですか、はい、じゃあもう普段使いできる。そうですね。欲しい欲しい。具志堅さん、このスタンプ欲しい。見ようか。こういったのもあります。具志堅スタンプ欲しい。ダメ、ダメなの。欲しい。まだ、まだ出てないから、どこに。初めてだから、今。そうそうそう、ただ今できたやつだからね。具志堅さんのスタンプ可愛いですね。家族で作ったら子供たちも喜びそう。マイアバターを作る作業はアプリさえダウンロードすればあっという間にできちゃいます。スタンプの他にフィギュアも作成できるので挑戦してみてね。このアバターとアバタビというアプリを使って今度は琉球王国の世界に遊びに行ってきます。さあ、お次はどういったエリアになりますか。こちら18世紀の琉球王朝を描いた奥の方が首里城になっております。これは、ここに行ったであれ入り口の方から、はい、ね、上がって、あ、中山門、首里門、首里門、首里城となっております、はいはい、ここは琉球王朝エリア。メインは中山門から首里門、そして首里城へと続く綾城うふみつという通り。当時は御滝や宮殿などがあり、札幌市も通っていました。この中でも札幌市が列をなして首里城を目指しています。城下町には久米村や若狭村、三井城も再現。とっても細かいので見応えありますよ。わ、見て、すごいよ、めっちゃ細かい。いや、これ手で一本ずつ入れてんだよ、じゃあよく見たら。竜もすごくない？なんか、ね、あ、本当だ、すごい細かく再現されてる。すごいね。ここではどういったミニチュア体験ができるんですか。先ほど撮影したアバターで遊ぶことができます。お、具志堅さん、はい、具志堅さん、アバター、はい、お、どうやって遊びますか、はい、先ほど撮影したアバターを、あ、ここに映し出して、これ、はい、来た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 よ。来た。さっき作ったアバターをアバタビというアプリに呼び込むと、あら不思議、画面の中で小さな具志堅さんが歩き回る。来た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 。あ、この丸いやつは。あ、いいねいいね。あ、いいよ、歩いてる歩いてる。え、可愛いんだけど。さあ、首里城散策どうぞ。動いてる、ほら、走ってる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 。歩いてる歩いてる。スピードも自分で調整できるんですね。できるんだ、はい、これなら首里城でスケボーも乗れます。スケボーも乗れる、はい、スケボーも乗れる、はい、スケボー乗ろう。スケボー乗ってる。スケボーはどれ押せばいい。これね、はい、でこちらのスケボーマークを押していただく。これね、はい、乗ってます。
塗ってるわ。あ、上手じゃねえかよ。スケボー乗ってるのって。こちらご自身で動画撮影、写真撮影もできますので、ぜひ。すごい。めっちゃ可愛い。スケボー上手。うまいね。うまいですね。ほら。実際にはやっちゃダメだけど、アバターだったら首里城でスケボー体験もできちゃいます。具志堅さん意外と上手。どうですか、実際さっき作ってみたあのアバターの自分をこの首里城のところで動かしてみてどうでしたか。自分じゃないみたいってことがまたいいんだよな。自分だけど、うん、歩いてるこのスケボー乗ってるっていうのがすごいな、ね、こんな自分がうまいってね、あのスイスイスケボー見てやってる具志堅さん初めて見ました。いやだから僕もいや初めてこれでやっぱり見たんですよそうね、面白いなぁ、うん、この模型はどなたが作ったの。この模型作家の方がいらっしゃって、プロの方です、はいはい、あここへ来て1個ずつね、はい、あ手作業で作業で、いやこれ相当かかるぞ。本当にどれぐらいかかったんですか。3ヶ月ほら3ヶ月。いやかかると思うよこれ1個ずつ植えるもん。3ヶ月でこの仕上がりすごい。アバターを動かすのに慣れたら自分自身が過去にタイムスリップした気分になれますよ。とにかく作りが細かいので見応え抜群。写真撮影 OK なのでミニチュアの首里城を堪能してね。さあ CM の後は東京エリアへ。具志堅さん、今回はイーアス沖縄豊崎にあるリトルユニバース沖縄、具志堅さんのアバターを作って琉球王朝時代の首里城を体験した2人、続いてやってきたのは東京エリア。さあまたまた素敵なミニチュアの世界が広がってますが、こちらのエリアは。こちらは東京麻布十番のエリアとなっております。お、東京麻布十番。あ、具志堅さんはもう行ったことあるところですか。と毎月通ってますね。毎月っていうか、うん、よく港区の方で、うんうん、あら、そうなんですね。3号線高速道路4号線に行ったり、はい、だけどね、じゃあ分かる。そうなのよ、昔ながらの看板がね違うんだよね。そのまま名前書いてるんだね。はあ、建物のあの味に、なんで中華料理の看板とか、通りさんがあったり。はい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 。あ、これはじゃあやっぱ昔ながらの形をそのまま。ビルの建物。今中だったら現在だったらもうすごいタワーマンションがいっぱい建ってますよ。あ、今は？そう。へえ。多分これ今これ作ってるところじゃないの、タワーマンション。あ、でっかいタワーマンションここに今ある。そう、はい。へえ。でね、よく聞いてるのは外国の大使館がすごい多いところよ。麻布は、港区は。あ、そうなんですか。はい、いやでも、もう世界の大抵も半分以上は港区にあります、うん、へえ。どこら辺ですか。ロシア体育館、体育館じゃない、大使館、アメリカ大使館とかみんな、そう、この辺だな。へえ、そう、ここら辺。すごい、見てわかるんですね、すごい。わあ、どうですか、やっぱ結構リアル感ある。いや本当にそっくりで、場所がもうみんなちゃんと作ってあるんですよ、場所に建物が。はい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 。こちらは80年代の東京麻布十番の街並みを再現。具志堅さんも一目でわかるほど精巧な作り。はい、さっきとちょっと移動して反対側の方に来たんですけど、ここではどういう遊びができるんですか。この青いボタンを押してみてください。これ、はい、あ、押してみてください。音してるな。うん、なんか音するあ、来た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 、すごい。これはなかなか作れないよ。うわ、このかわいい。もう一回押して。このね、このスピード、ね、こんなちっちゃい人形が動いてるよ、ちゃんと漕いでる、意外と早いな。かわいい。
細かいだけじゃなくて動く自由に走っとったんだこれみんな家の、まうん、商店街道路もあそうなんだ自転車でそう自転車が走ってくるなんて面白いですねそしてここでもアバターを使って街に入れるんですあーいいサイズいい大きさです今あのいい大きさここの住民たちと同じサイズになった、うんスピードもこれで出せるの？はい、ゆっくり。さあ、麻布十番散策いかがですか？歩いてるよ、やっぱり。かわいいな。この街にはアバターからミニチュアのフィギュアを作って設置することもできちゃいます。それが住民券というサービス。この町のどこかにアゲアゲ飯でおなじみのかかずゆりちゃんのフィギュアもありますよ探してみてねさらにリトルユニバースはミニチュアを見て楽しむだけじゃなく作る体験もできるんですさあ続きましてこちらはどういったことができるんですかこちらミニチュアの家が作ることができますこれミニチュアのお家具志堅さんにぜひ体験したいとしてもらおうと思っておりますので、はい、はい、こちらから細かいよこれ。あ、実際の完成がこんな感じになるんですね。ちっちゃくて可愛い。ちなみに具志堅さんはこういう細かい作業は得意な方ですか？あんまり。あんまり？あんまり。あんまりですがやってもらいます。はい。柔らかく、もうすっぱっ赤ちゃんが取れるぐらいのあ、はいはいはいじゃあ子供でもできるやつですね、はい、作り方はとっても簡単ハサミやカッターを使わないので子供でも安心家族で楽しめますよまずは一旦完成しましたいやお疲れ様でしたこの大きさで、うん、こんなに時間かかる？はい、ね、この大きさですよ、ね、だからこのちっちゃなミニお家ミニチュアだからミニか、うんはい、作ってみて改めてあのさっき見てきた首里城とかの東京の、ね、街並みとかどうですかビルとかね、うん、かあれ本当に何ヶ月ってかかるんだあの集中力何？ね、具志堅さんの？うん、集中力ってすごくない、うん、これ作るのに。すごい必要だと思います。ね、だからプロの人はもう絶対喋ってないでしょもう。こうでしょ、うん、もう。具志堅さんもあの結構静かにやられてましたよ。うん、なるこれ。なる。喋りながらできないよこれ。あできないか。絶対できない。失礼しました。なんかいろいろ話。手でやるんだもんこれ。なんかいっぱい話しかけちゃって。うん。はい。まあ、今回は具志堅さんあの、うん、ミニチュアのお家このね、うん、お家を作りましたけど、うんうん、他にも種類は何種類があったりするんですかシーズンごとに種類が変わっていきますおおあで今はこちらということで面白いですね、ね、じゃあシーズンごとに来て、うん、いろんな種類のミニチュアを揃えて、はい、ってやるのもいいかもしれないですね、うん、はい4月29日にグランドオープンしたばかりのリトルユニバース沖縄今ならお得に楽しめる県民割もあるよ詳しくは公式ウェブサイトまで新感覚のミニチュアテーマパークぜひ遊びに来てね次回の具志堅さんは沖縄の闘牛の魅力を再発見闘牛の町うるま市で具志堅さんも知らなかった闘牛のいろはをご紹介迫力満点の闘牛との触れ合いに具志堅さんも大興奮お楽しみに